よひょじとめです。はい、ということで今日はすっごい立派な大会に来たんですけども、今日は超特別スペシャルゲストに登場していきます。どうぞ。お願いします。藤高夫婦でございます。ということで、藤高夫婦知らない人多いと思うんで、ちょっと自己紹介お願いしていいですか。はい、5人制バスケは、バンビシャス奈良で、3人制バスケは、大阪ダイムの方でプレーしてます。応援よろしくお願いします。昨シーズン2021シーズンまでトヨタ自動車アンテロープスで所属していました。今年引退しました、栗原元藤高美香です。よろしくお願いします。お願いします。あの美人美男美女夫婦と今日動画撮るということで、今日の客言います。今日の客、そこに何がおられるか、バスケ身体の能力テスト。イエーイ。5種目ありまして、1個目がスリーポイント、2個目がジャンプ力、3個目がトリックシュートで、4つ目がスキルチャレンジで、5個目がハーフコートシュートの5種目で対決してもらいます。んで僕はチームいないんで1人で全部やります。んで5種目の中、自分の得意なところを、選択して、僕と対決してください。はい、やっぱここにね、夫婦の愛があるならこれもう勝てるのかなと思うんで、僕と対決がてら夫婦の絆が本当にあるんかっていうところをね、ちょっと見ていきたいと思います。せーの、ゴーイ。はい、それでは1種目目、スリーポイント対決。スリーポイント対決のルールは、1分間でスリーポイントを好きなだけ打って多く決めた方が勝ちという、もうシンプルなルールなんですけど、早速やっていきましょう。とんでもない人の数がいるんで、こさっき言っときます。やばいやばい、もうめっちゃ心臓が上がってきた。いきます。よーい、スタート。よっしゃー、緊張してるよ。ということで、栗原選手、はい、結果が10本でございます。自分的にはどうですか？結構いいと思う。いや、もうちょっと決めたかったな。2ヶ月のブランクで、これ60秒で10本ってことは、6秒に1本決めなかったってこと。見とけ、ちびっこ。決めとるわ。いきます。よーい、スタート。はい、よかった。よし、あ、やばい。おい、仮見てんけどな、さっき。うわ、マジか。マジか。決めることがない。あ、ダブルスコアもつくんや。マジか。ってことで、1種目目、藤高夫婦の勝利。まあ僕のとこはリバウンドでやっぱ愛の差が出ましたね。すごい、でもすごいやってくれてるけど。ってことでね、1種目負けたけど、次じゃあジャンプ力測定誰がいきますか。じゃあ僕がいきます。あー、藤高さん本当にもうダンクすごいんで。身長何センチでしたっけ。190です。
190センチあるんでダンク、まあできるじゃないですか。そら高校時代その学内で一番ジャンプ力僕高かったんで。おーすごい、はい、あれやな。なんかありますかそういうの。一応あの 3x3 の、うん、合宿のスポーツテストで、うん、最高到達点は1位でした。結果見えた。結果見えた。じゃあ早速やっていきましょう。ごめん。じゃあ僕からやっていいですか。もちろん。ちょっとあのやっぱ見せつけときたいジャンプ力。けど僕まあこう今設定してここなんで一番飛べて95なんです。まあそうですね、僕あの全然運動してないけど足りひんちゃうかな。ちょっといきます。いきます。89。あれ結構いい記録じゃないですか僕。あ、89リングより高いね。見て。うわ、待て。吉高さんってこんな差なんだ。あれどうなんだよ。ちょっと試合前と思って。いきます。トムヤンチーム勝利。いやまさか勝てると思ってませんでした。これはマジで悔しい。一番得意分野や。確かに。俺も勝てると思わなかったからどういうコメントしていいか分からへんけど、ちょっとこれ愛足りなかったですね。いや次の種目でもっと僕に伝えてください。任せてください。3種目目トリックシュート対決。よいしょ。もうこれはね僕の得意分野ですよ。まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと僕もハンデ、そんな鬼みたいな人間じゃないんで、あのハンデで、本当はこれやりたかったんですよ。後ろ背面でシュート。これはやっぱもう難しいんで、あのゴール裏からのシュートで、先に決めた方が勝ちっていう、もうシンプルなルールなんですけど、じゃあこれどっちいきますか。スキルかトリックどっちかやな。え、それからトリックか。分かった、じゃあスキルか。あ、了解です。じゃあ、はい、藤高嫁の方が来たということで、はい、じゃあ早速3種目やっていきましょう。はい。じゃあクリアラーさん先行で。はい。じゃあ1投目お願いします。これむずいぞ。え、あ、ちょっとやっぱこれ慣れてるんでね、何本こっからシュート練習したか。いきます。お、あ、惜しい。惜しい。あー、ほらな、これ難しいよ。お、惜しい。え、あ、入った。マジ。これも入んねや。けど僕高校なんで、はい、決めたら同点です。はい、ここまではエンターテイメントです。この逆境から同点にすんのがエンターテイメント。いきます。うわ、愛の声聞こえた。エンターミスト。アンターミスト。いやー、これで負けると思ってなかった。うわ、嫁強っ。嫁強っ。ってことで3種目目、藤高夫婦の勝利。今のとこ嫁大活躍です。助けられてます。いつも通りです。うわすげえな、俺これで負けると思えんかったな。4種目目スキルチャレンジ。イエーイ。どっちがもう早いか、それだけの戦いです。どっちいきますか。これは僕が行きます。お、なんか勝てそうな気がする。じゃあ早速やっていきましょう。はい。じゃあルール説明いきます。まず行きはこのコーン見てください。はい、コーンがありますよね。デックスルーでこっち行って、こっち行って、ビハインド帰ってくるっていう。で、レイアップ、最後のレイアップで先に決めたやつが勝ちです。うわ、これマジか。これは無理やな。
よっしゃ、よーい、スタート。ということで、4種目目、藤田風の勝利。いや、やっとここで見せましたね、よかったですね。いや、もう亀裂走ったらやばいなと思って。今の外したらもう亀裂ですよ。多分人生で一番出してしまいました。早かった。これ僕今負けてるんですけど、最後の種目、勝った方、五頂点入ります。五頂点。はい、この種目勝った方がもう勝ちっていうので、僕はもう幸せを潰して帰るっていう。じゃあラスト5種目目、ハーフコートシュート対決、イエーイ。これもシンプルですよ。ハーフコートからシュートを打って、先にシュート決めた方が勝ちっていうので、もうこれもバスケの上で一番大事な、持ってるか持ってないかっていう対決なんで。じゃあ早速ラスト対決やっていきましょう。ゴーイ。じゃあラスト対決、どっちからいきますか。もうこれ決めたら終了なんで。決めたら終了。はい、誰からいきますか。最初で。おお、強く出た。おっと、頑張れ、強く出た。よし、じゃあ藤坂さんから。はい、まあ、これ決めたらやっぱかっこいいですね。うわ、プレッシャーかかるな。じゃあ一発目、はい、いきます。よっしゃ。うわー、やばい。あ、惜しい。やっぱ夫婦のあの絆のズレ見えたな、今見えたな。よかった、今の夫婦のズレ。夫婦のズレ見えた、今。めっちゃズレるやん。あれがズレっす。じゃあ行きます。うわ、見たよ。五頂点入ります。五頂点。うわマジ。すげえ。かっこいい。嫁かっこいい。やっぱどこの家庭も嫁が強いんだ。そういう動画でした。もう本当。頑張らないとダメですよ。いや、もう普段通りで安心しました。ってことで、まあなんやかんや、幸せに嫉妬してましたけども、お二人が幸せそうで何よりです。はい、すごい楽しい動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお願いします。お願いします。次は僕も彼女とか連れてきます。はい、その対決で、はい、愛の対決で、はい、はい、しっかり育んできます。はい、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、最後に告知があるんですけども、5月26日からアベマで生中継する FIBA3X3 オリンピック予選の解説を2人でするので、ぜひぜひチェックしてください。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、バイビー。見てね、見てください。いやけどいいな、美男美女夫婦。僕も近いかな、結婚。じゃあどうも。近いと思う。近いと思う。お前あんま言うなって。あんま言うな。